洋服は続きはまた今度ということで、今日はまた別番を用意してくれたということで、何でしょ今日は 難しい言葉 う？ はい。クロップスデーラー。クロップスデーラー。これは体の部分っはていう意味ですね。ああ。日本語と同じ。体のクロップは体、はい。S はの。は2つの名詞をつけるときはのになります。体のデールは部分、パートみパたいな。ート、そうですね。じゃあ最初はフーブッド。フーブッド。何ですか？フーブッド。髪？頭。頭。頭。ヘッド。フーブッド。フーブッド。ヘッドだね。頭。次はホール。ホール、鼻の穴。違いますね。何だった？ ヘア。ヘア。そうですね。似てますね。髪の毛。ホール。ホール。ホール。そしてエアゴン。オーゴン。エアゴン。エアゴン。これは目。全然違うな。エアゴン。わかんないな。だけど、まあこれはもう複数形になります、ね。はい。エッエアがだけど、トーエアゴン。二つの目。実は、まあ。オーゴン。そうですね。エアゴン。次はムーン。ムーン。全然わかんないな。なんか。マウス。マウス。そうです。ムーン。ムーン。口。イメージで覚えよう。イメージで。イメージ。そして次は。次はアーロン。アーロン。これは耳。全然わかんないな。全然違うな。違う。オーロン。アーロン。アーロン。で、最後は、アンシクテ。アンシクテ。これ難しいですね。顔、顔ですね。アンシクテ。これも、完全になんか昔の、多分、昔の北欧の言葉って感じ。ね、そうですね。ずっと前から使ってた言葉。英語とか、あのラテン語全然関係ない感じ。英語の言葉が分かってもほぼ役に立たない。ヘアぐらいかな。そう、ヘアぐらい。うん。じゃあ上から。フーブッド。フーブッド。ホール。ホール。エアゴン。オーゴン。ムーン。ムーン。アーロン。アーロン。アンシクテ。アンシクテ。上からフー、ヘッドですね。ヘアですね。オーゴン、これは何ですか？目か。目。そしてマウス。ね。口で、耳。うん、もうオーゴンとオーロンはもうまとめて 目と耳みたいな感じ、まあ、前に勉強したこれグラス、エーゴンって勉強したんですよ。あ、そうです。メガネ、ああそういうヒントもあります、ね、グラスアイ、グラスアイスみたいな感じ。グラスアイス、グラスイ、で、アンシスティが顔、顔、そうです。まあ何回か見て覚えましょう、一、回じゃちょっと難しいね、はい、じゃあ繰り返し見るようにしてください、はい、じゃあ続きがあります。よろしくお願いします。